細川さんもこの間もカラオケボックス一緒に行く。一緒に行ったんですか。一緒に行く。2人ですか。いや、まあ、ちょっとお連れの方もいて。お連れの方もいて、はい、やっぱ お弟子子さんとか、はい、やっぱ岸壁の母歌ってくれたけど、すごかったね。はぁはぁきましでもさすが元民謡すごか民謡からですもんね。そう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 、民謡からだからジョンからもね、ジョンからもね、そう、あとそんですごいな。そうで、ほんで、あの暴挙ジョンから、はい、カラオケで歌ってくれたの。はぁ、すごいけど1音上げるのよ。すごい、すごくない。ただで声出るんですかね。そう、未だにめちゃくちゃ声出るからね。うん、いや下手したマライアキャリーより出るんじゃない。出る出る。そう、7オクターブの妖精、ね、マライアキャリー。今マライアキャリーあの口パクとかするから。ああそうだ、全然ダメなの。細川さん本当声量ある。すごいよ、声量と思います。あのテレビで見てるだけで これであのなんだろう、調節する、調節する。はあ、もう人間楽器だ。人間楽器。私あのやっぱ昔の CM のはあしょっぱいっていうやつ塩の入った歯磨き粉ね。あったね、うん、あれって CM だけど声量あるなと思ったんですよ。すごいよ。それでこの間どうし、ちょっとあの一緒に食レポロケみたいな、はい、どんだけ仕事しますか。RG さんと細川さんの距離の縮まりが半端じゃないですね。そう、すごい急激ですね。急にその時あの超辛いユッケジャンスープが出てきて、はい、それあの辛い、辛い時こうやって食べて、ああ辛いって言ってどっちが。あ、そう、細川さんがそれ、すごい、それ使いなよ、もう使いなさい使いなさいって言って、本当サービス精神、ね、すごいですよ本当に。